スでをご覧の皆さん、こんにちは。台北広報室、大久保三荘です。今回の缶詰は国際缶詰式プリントウィークイベント会場、横浜赤レンガ広場に来ています。今日はいろんなイベントが開催されますよ。それでは早速タイトルコール行ってみましょう。海上自衛隊は国際観艦式を盛り上げるため、10月29日から11月13日までをフリートウィークと称し、艦艇の一般公開や音楽演奏、広報イベント、パレードなど各種イベントを行いました。それでは11月3日から5日の間に実施した各イベントの様子をご覧ください。11月3日は護衛艦出雲一日艦長に中山きんに君さん、5日には護衛艦熊野一日艦長に内田理央さんをお迎えし、一日艦長トークショーを実施いたしました。映像は内田理央さんと女性自衛官のガールズトークの様子です。女性自衛官の日々の任務や休日の過ごし方など普段聞くことができないお話が続出、大勢の方が興味津々のようでした。こちらは現役自衛官によるファッションショーの様子です。いいですね。海士の第3種夏服、海装の冬服女性用、艦上での消火作業時に着用する SCBA 自給式呼吸器、第2種夏服勤務服などなど、海上自衛隊には季節や職種、さまざまな場面での服装があるんです。海上自衛隊下総航空基地特別広報支援班からミニピースリーシーが来てくれています。皆さんこんにちは。海上自衛隊70周年ミニ P3C は下総航空基地に3機しかない隠れた名機です。日本周辺の海を日々警戒監視する哨戒機 P3C をミニサイズに。頼りがいはなさそうだけど可愛らしいですよね。続いて防衛医科大学校チア団、阿波踊り、エイサーなど歌や踊りのステージも盛りだくさん。チア団は防衛医科大学校チアダンス部、阿波踊りは厚木航空基地のチームが硫黄島の隊員と踊ってくれました。エイサーは那覇航空基地に所在する第5航空軍エイサー部です。いかがでしたか。横浜赤レンガ倉庫パークではさまざまなイベントが実施され、どれも盛況でした。さてそれでは最後に伝統官職点灯式をご覧いただいてお別れしたいと思います。点灯の号令を務めるのはフリートウィーク初参加という女性2人組。よーい、てーい、よーい、てーの号令で一斉に点灯しましたね。伝統官職点灯式大成功です。缶詰はフリートウィークの様子をお伝えしました。次回はフリートウィーク艦艇一般公開の様子をご紹介します。チャンネル登録よろしくお願いいたします。